はいどうも、Kチャンネルです。今回なんですけどもね、検証企画をやっていこうかなと思います。あの名馬、北三ブラックが世界一周を全力疾走している間に、北島三郎は何回祭りを歌えるかという、まあね、誰しもが気になっている検証だと思うんですけどもね、北三ブラックが全力でね、世界一周するのにまずどんぐらいかかるのかというのも気になるんですけど、やっぱりね、この北三ブラックと切っても切り離せないのがね、北島三郎の祭りです。ね、あの北三ブラックがね勝つとね、いつもね北島三郎さんは祭りを歌ってるわけなんですけども、まあね、今回北三ブラックが走る世界一周、まず世界一周できる名馬というのはね、まあ世界をね探してもね北三ブラックしか見当たらないんじゃないかなと思うんで、このレースエントリーするのはこの1頭だけということはね、走る前からもうね祭りを歌うことが決まってるわけなんですよ。だったらね、もう走ってる間ずっと祭りを歌ってもらおうじゃないかということで、まあ、北三ブラックがですね、スタートするのと同時に北島三郎さんには祭りを歌っていただきます。それでね、何回歌えるかという検証をね、していこうかなと思います。まずですね、世界一周がどんぐらいの時間かかるかということなんですけども、そもそも赤道周りをね、一周すると大体4万75キロかかるんですね。で、その赤道上に沿って北三ブラックには走ってもらいます。まあ途中ね、まあずっと砂漠が続いたりだとかね、まああの海が続いたりとかあると思うんですけどもね、北三ブラックほどのスーパーホースならね、もう海の上だろうが走るとは思うんで気にしません。でですね、祭りという曲はですね、あの4分24秒の長さがあるらしいんですよ。だからですね、この4分24秒というのを基準に計算していきたいと思います。では早速検証します。まずですね、北三ブラックの速さからなんですけども、あの、天皇賞春のレコードタイム3200メートルを3分12秒5で走ったというのがあるんですね。それを元に計算しますと、北三ブラック、時速 59.84キロで走っているということになります。で、赤道周りが4万75キロなので、4万75キロをね、この 59.84 キロ時速、これで割りますと、669.7 時間ということになるんです。これが北三ブラックが世界一周にかかる時間です。669.7 時間、これはですね、27日と21時間42分です。だいたい1ヶ月弱ですね。で、これをですね、その祭り4分24秒で割れば、何回歌えばいいのかというのがわかるんですけど、これをですね、あの、秒数に換算したらね、割り算ができやすいです。27日21時間42分。これはですね、241万920秒です。で、祭りの4分24秒が264秒なので、それをね、割りますと、9132.27 になります。9132.27。まあ、何回歌えるかということなので、その 0.27 を切り捨てますと、9132回、北島三郎は祭りを歌えるということになります。9132回ですよ。多分ね、北島三郎ほどの実績がある歌手ですと余裕でこんくらいの回数歌ってると思います。